猫マンファイル、その2、リーさん。猫マン本舗の屋台で猫マンを売っている謎のおじさん。リーさんの低い帽子の猫マン本舗の屋台は、どこに出現するかわからない。偶然見つけることができれば大変運が良い。なぜ、リーさんが猫マンを売っているのかは不明。本人も語ろうとしない。一説には、憲法の達人だとか。